皆さんこんにちは。 NPO バースデンジャーの杉山です。私は普段東京都の埼玉県寄りにある狭山丘陵というところで公園の中でパトロールをしたり、あと自然の魅力を伝えたりするようなお仕事をしています。そして、はい、同じく NPO バースで身近な生き物を守るための取り組みをしています、久保田と言います。はい、で私たちの後ろにたくさん動物たちが並んでますね。私が普段いる狭山丘陵に暮らしている哺乳類の剥製です。いろいろいますね。いますね。久保田さんはどれがお気に入り？はい、どの動物も大好きなんですけれども、特に思い入れがあるのはこのアナグマ。アナグマ、はい、一度狭山丘陵で赤ちゃんをね、3頭拾って育てたことがありまして、無事に大きくなってね、はい、ちょっと思い入れがあると、うん、あとやっぱりこのかっこいいキツネですね。キツネ、これもかっこいい、はい、これは東京都内ではすごく数が少なくて、絶滅危惧種になっている動物なんですね。絶滅危惧種。こっちのアナグマも絶滅危惧種。はい、これは準絶滅危惧ということで、レッドリストになっているんですが、こっちはもうちょっと種類が高い、数が少ない。なるほど。絶滅危惧種にもラグがあるんですね。そうですね。ちょっと絶滅危惧種にちょっと詳しくお聞きしてもいいですか。はい、まずその絶滅ということなんですけど、ある地域から完全にその生き物がいなくなってしまうことを絶滅と言います。全部死んでしまっていなくなる、で、そうなってしまうことが心配されている生き物っていうのが絶滅危惧種ということなんですね。もうちょっとするともしかするといなくなっちゃうかも。キツネがもしかしたらいなくなってしまうかもしれない。はい、それが絶滅危惧種ですね。で、絶滅危惧種にもいろいろありまして、まず範囲の話なんですが、世界中で絶滅が心配されている生き物っていうのがいます。で、例えばそれからジャイアントパンダとか、あとはサイの仲間とか、よく聞きますね。そうですね、とても数が減っていて、世界で絶滅危惧種として心配されているというものがありますね、はい。それから私たちが暮らしているこの日本という国の中で絶滅が心配されている生き物がありまして、これはですね、環境省という役所が、絶滅しそうな生き物をリストにまとめているんですね。レッドリストというものがあるんですが、それが日本の絶滅危惧種。その下にですね、地域ごとというのがありまして、はい、各都道府県ごとに絶滅が心配されている生き物というのが、こういう人にまとめられている。東京都だと東京都のレッドリスト。まあ、例えば埼玉県だと埼玉県でも決められているということですね。そうですね。はい。で、さらにランクというのがありまして、絶滅の危険度ですね、はい、絶滅寸前というものもいれば、まだしばらくは大丈夫かなというものもいますので、同じ絶滅危惧種の中にも危険度によってこうランクがあるんです。なるほど。アナグマよりもキツネの方がより絶滅の心配度が高い。高いということですね。はい。はい。ありますね。あります。じゃあ私たちの身の回りにはどういう絶滅危惧種が暮らしているんですかね。そうですね。身近なところですと、先ほど哺乳類もね、こういったものが出ましたけれども、あとは鳥。鳥。はい。東京都ではコサギ。あ、白いスラーっとした。はい。それから青い人気のあるカワセミ、爬虫類だと、カナヘビ、あ、子供たちに大好きな、そうですね、トカゲの仲間ですね、はい、あれも絶滅危惧種ですね。で、あと両生類ですと、アマガエル、ヒキガエル、東京サンショウウオ。あ、アマガエル、ヒキガエルなんかよく聞く名前です。東京サンショウウオはもしかしたらなかなか見たことない機会が少ないですけど、絶滅が心配される。はい、うん、そうですね。あと昆虫だとタマムシ、あのキラキラ輝いている、はい、あれも絶滅危惧種ですね。そんなものもない。意外とだから身近な生き物も今は絶滅危惧種になっていると。あ、なるほど。なんでこの絶滅危惧種っていうのは、数が減ってきてしまっているか、はい、教えてもらってもいいですか。はい、この原因というのが今4つ主にあると言われているんですね、はいはい。1つ目がやはり人間の影響というところなんですね、うん。例えば家を建てる、道路を作るといった時にやっぱり自然を壊してしまう。ああ、なるほど。ありますね。うん、それからやっぱり取りすぎてしまう、美味しい魚を食べるっていう時にですね、取りすぎてしまう、乱獲っていう言い方をしたりしますが、それで人間の影響によって数が減ってしまっているというのが一つ目。なるほど。それが一つ目の危機。はい。で、逆に二つ目は、人間の影響がなくなったために減ってしまっているもの、ちょっと難しい。ちょっと難しいかもしれませんが、はい、人間の昔ながらの昔の生活というのはですね、実は結構自然と調和して共存して暮らしてきたっていうのがありまして、その中でこそ生きてこられた生き物って実はいるんですね。で、雑木林とか、はい、それから田んぼとかっていうところに、
適応して生き延びてきた生き物が、最近そういったことがあんまりやられなくなったために数が減ってしまっていると言われます。なるほど。私が普段いる狭山丘陵も雑木林がバーッと広がってますけど、ここは昔は、昔の人たちは木を切って薪に使ってたから、明るい森が広がってた。でそういうところには、明るい森が好きな植物だったりとか生き物が集まってくるけど、今放置されちゃってどんどん大きい木が増えちゃって、そうです、ね、暗くなっちゃってるから明るい場所が好きな生き物が生きていけない。はい、あ、なるほどね。そういうことで、生き物たちが絶滅の心配になると。はい、そういう生き物がいるということですね。はい、2つ目の危機。はい、3つ目がですね、地球温暖化、いわゆる気候変動。あ、これもよく聞きますね。はい、ありますね。やっぱり気温が変わってくるとですね、そこに暮らせなくなってしまう生き物が出てくるので、うん、数が減っていると。はい、で4つ目がですね、はい、外来種の。あ、外来種、外来種もよく今最近ね、よく聞きますけども。そうですね。で外来種というのは、よくその外国から来た生き物とかっていうふうにこう認識される方が多いかなと思うんですが、うん、外国だけではなくて、別な地域から人の手によって持ってこられた生き物が外来種というんですね。日本の国内であっても、例えば北海道から沖縄に生き物を持ってっちゃったら、それは外来種ってことですね。外来種ってことですね。うん、でその外来種によって、食べられてしまったりとかですね。あるいは、すごく近い種類の生き物だと混ざってしまう。ああ、なるほど。混雑してしまうという言い方をするんですけども、そうすると元々の純粋な生き物というのはいなくなって雑種ばっかになってしまう。他の地域の生き物とこの地域の生き物が結婚して子供が生まれると、もともとの遺伝子じゃなくなっちゃうっていうことですかね。そういったことで外来種による影響が4つ目になるほどなんですね。4つの危機が今、地球上だったり日本の自然の中で、影響を与えて絶滅危惧種が増えてしまっている。そうですね。なるほど。絶滅危惧種ってどんどん種類が増えてまして。あ、そうなんですか。そうですね。環境省、国で言うとですね、1997年ぐらいからアグレートリストがしっかりしたものが作られるようになってきているんですが、その頃だと、2700種類ぐらいあって、ね、でもその頃から2700種類絶滅の心配されてる。そうですね。でそれから次、こうだんだん年が増すごとに改定されていくわけなんですが、次2006年ぐらいにまだしっかりしたものがこう改定版として出されたんですが、その時はですね、3200種類ぐらいですかね、今500種類ぐらい。500種類増えて。そうですね。で今また最新のものでは2020年というのがあるんですが、はい、またさらに500種類ぐらい増えて、3700種類ぐらいまで今増えている。当初の絶滅危惧種のリストができてから今にかけて1000種類さらにざっくり1000種類ぐらいやっぱり増えているという、相当な量が増えました。はい、だからやっぱりどんどん環境としては悪化してきてしまっているのかなというのがここからも分かるかなという。なるほど。はい、絶滅危惧種、それから自然が抱える危機についてお話ししてもらいました。私たちにはどんなことができるんですかね。そうですね、これ一つやれば万事解決っていうような方法はないと思うので、いろんなことを地道にやっていくしかないかなというふうに思うんですけれども、まず最初にやってほしいと思うことは、身近な自然にどんな自然があってですね、どんな生き物がいるのかっていうのをぜひ知ってもらいたいというふうに。そうですね、もしかしたら気づかないところに身近なところに絶滅危惧種がいるかもしれないですね。いると思うんです。なのでまずは自分の周りですね、遊びに行ったり足を運んでですね、知ってもらうっていうところを忘れてもらいたいなと思いますね。はい、絶滅危惧種のお話でした。次の動画では、外来種についてお話します。そちらもぜひご覧ください。